難読漢字、漢検準一級レベルのかなり難しい読み漢字、全部で24問。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は扁平。覆い隠すことです。第2問、これ何と読むでしょう？正解は期待。非常に危ないことです。第3問、この漢字何と読むでしょう？正解は放棄。大勢が力に訴えるために一斉に立ち上がることです。第4問、これ何と読む？正解は受け。幸運に巡らにあって良いことが続くことです。第5問、これ何と読むでしょう？正解は運慶。火あぶりの慶のことです。第6問、これ何と読むでしょう？正解はいつび。褒めすぎること、過分の褒め方です。第7問、この漢字何と読む？正解はとんじ。責任などを逃れるために言う言葉のことです。第8問、これ何と読む？正解は呆舌。むやみにしゃべり散らすことです。第9問、これ何と読む？正解はセイア。井戸の中にいるカエルのことです。第10問、この漢字何と読む？正解は矯正。間違っているものを正しく直すことです。第11問、この漢字何と読むでしょう？正解は俗言。世間で言われることわざのことです。第12問、この漢字何と読みますか？正解は無事。乱雑で整っていない言葉です。第13問、
これ何と読むでしょう。正解は重馬。戦場で慌ただしく走り回り忙しく軍務を行うことです。第14問これ何と読む。正解はやたら。根拠節度がない様です。第15問これ何と読む。正解は友情。うやうやしく両手を前で組み合わせて会釈をすることです。第16問この漢字何と読むでしょう。正解は形骸。体また建物などの骨組みです。第17問これ何と読む。正解は洞察。見通すこと見抜くことです。第18問これ何と読むでしょう。正解は人海。キリとアクタのことです。第19問この漢字何と読むでしょう。正解はスイカ。誰なのか生命が不明であることです。第20問これ何と読むでしょう。正解はルジ。しばしばたびたびという意味です。第21問この漢字何と読むでしょう。正解は花髄。花のおしべめしべの総称です。第22問これ何と読むでしょう。正解は合末。この世の終わりという意味です。第23問この漢字何と読む。正解は浮遊。全くないことです。第24問最後の問題です。これ何と読む。正解は歳費。芝で作った扉のことです。